小中を連携させる効果的な文字指導に関する研究。2014年の9月にグローバル化に対応した英語教育改革5つの提言というのが出されました。この中で小学校中学年から外国語活動を開始し、高学年から強化学するというようなことが謳われています。特に高学年では文字も扱うということが今問題になっています。これまで小学校では 文字は扱わなないいととうことになっておりましたむしろタブー視されることすらありました。今後どうやってやっていけばいいのかということが先生方の大きな関心事になっております。実際、次期学習指導要領の年間指導計画イメージ案というのが平成27年の12月に出されていますがこの中でも文字を扱っている部分例えば単語を正確に書き写すだとか推測して読むだとか こういう記述が頻繁に出てまいりますただ心配なこともございますそれは文部科学省が調査したアンケートの中で中学校一年生の80%前後の生徒が小学校でもっと読み書きを学習しておきたかったと回答していることです問題はこれをどう捉えるかということです確かに中学校一年生の段階で読んだり書いたりすることに関心が高まっては いるんですがこの80%前後という数字の高さを見ますとただそれだけではないところもあるんじゃないでしょうかつまり小学校の段階でもっとやっておけばよかった中学校1年生の段階で少しつまずいているんではないかというところが見て取れるのではないかと思われますですのでこの結果を真に受けて今やっているのと同じような形で小学校でやってしまいますと数年後にアンケートを取ると 例えば3、4年生の時にもっとやっておけばよかったというような5、6年生の結果が出てくる可能性も出てきてしまいます。そこには注意が必要です。大事なことは、小学校5、6年生で文字を扱うということになった際に、中学校の前倒しをするのではなく、新たな指導を作るということが大事になってくるのではないでしょうか。その際に問題になってくることがございます。それは、 文字指導とといいう言葉が多義的に使われていることです例えば皆さん文字指導という言葉を聞いてどう思われるでしょうか例えばアルファベット一つ一つを ABC と読むことも文字が分かるということになります。一方ある英語の音声を聞いてそれを文字で書き写すことも文字ができるという言葉になります。つまりどういうことかと申し上げますと文字指導という言葉自体が多義的に使われていて それぞれが違う意味合いで議論をしてしまうところがありそこで噛み合わなくなってしまったり滞ってしまったりというような状況が起きていることですそこで本研究の目的を申し上げます現在いろいろな文字指導が世の中では行われていますがその文字指導というのはどういうものがあるのかそれを整理して分類して分析して小中連携を念頭に日本の英語教育における 入門期の文字指導の手順その一つのモデルを作成することそうすることによってたくさんの文字指導があるそしてどこまでやればいいのかという一つの目安ができるのではないかというふうに思います本研究では文字指導活動例報告シートというものを作りましてこれに全国で文字指導を行っていらっしゃる先生方にご記入をいただきまして それを収集することにいたたししましたこの文字指導活動例報告シートというものはその活動が実際どのような形で進められるかということを書くだけではなくその活動がどのような分類にあるのかというところを書き示す部分がございます。例えば文字指導のレベルという部分があります。これはアルファベットを中心にして扱うのか 単語をを中中心心ににししてて扱扱うううののかか文といい分類がございますもう一つは、指導、各活動の技能分類というのがございます。これは、中村、末松、林田2010などで示されました、多角的語彙習得モデルと呼んでいるモデルを元に作られているものです。これは、文字と音声と意味をつなぐ そそれぞれれぞののの技能がございいまししてそのどれをターゲットにした活動であるのかとうこのシートを全国の先生方にご記入いただきました結果文字指導のレベルにつきましてはアルファベットのレベルが32例単語レベルが66例文レベルが18例これには指導が複数のレベルに及ぶものが19例含まれておりますので合計で97例集まったことになります。 続きまして先ほどの多角的語彙習得モデルにおける技能の分類に関しましては全部で260の技能をターゲットにした活動が集まったということになりますこの中で問題点を一つ挙げるとすれば文字と音声を結びつけるような活動例えば発音と綴りの関係ですねこのようなものをターゲットにした活動が非常に多く特に単語のレベルであったんですが 実はそれだけににとととどままっっっててしいいるよううな活動が非常に多かったということです、えー。もう少し詳しく申し上げますと文字と音声だけではなくて意味も絡めたような活動が少し少なかったということです。えー、中村末松林田2009では文字と音声だけに関わるような活動をやり続けると 読んだり書いたりできるけど意味がわからないという学習者が増える可能性があるという危険性が示されています。これからも文字と音声だけではなくて意味も絡めていくような活動が必要ではないかということがわかります。以上のような調査結果それからこれまで多角的語彙習得モデルを用いた研究成果を踏まえて作りましたのが文字指導の階段という この部分ですこれはアルファベットレベル単語レベル文レベルへと階段を一歩ずつ上っていくように文字を指導していくこの道筋を示したものですこの成果として挙げられるものは今まで錯綜していました文字の指導に関して一定の方向性順序というのが示せたことではないかというふうに思っていますまた この文字指導の階段は必ずしも下から上で全部やらなければいけないというわけではなく例えば行きつ戻りつという部分があってもいいかなというふうに思います例えば中学校の先生がどこまでやってきたのっていうことを聞いた時にこういうことをやっているということを示すことができれば次はどの辺りから指導すればいいかという基準にもなるのではないかと思いますこの文字指導の階段を作る過程で 新たなポイント、さらなるポイントが明らかになってきました。いつの間にか文字ができるようになっていること、これが理想なんですが、なかなかこれが難しいところではあります。で、そのために、単語レベルの指導の前に文字を読まない、書かない、教えない、らしを十分にやっていくことというのが大事ではないかというふうに思われます。そのためには、 音声によるコミュニケーションに文字を十分に盛り込んでいく。例えば、Who am I? クイズをするときなどに、答えがリンゴ、アポっていうものでありましたらば、My first letter is A.I have five letters などと、文字に関するヒントを盛り込んでいくような、こういう会話を使っていくこと、文字を教える前にですね、文字へのならしが必要になってくるのではないかということです。それからもう一つ、 文字を教えるこここととととと文文字字ををを使って教教ええるるるる区別すす必要があるということです文字を教えるということと文字を利用して教える特に文レベルになりますとこの構造的なことに関しましては文字を使って教えるというような含みが非常に強くなるのではないかと思います。これまでは文字を教えることと文字を使って教えることが一つ混乱しているところがあったように思われますが この区別というのも必要になってくるのではないでしょうかこのように文字指導に関しては喫緊に対処すべき問題です本研究によりこれまで整理されないまま議論されてきた噛み合わなかった議論が前に少しでも進むことが期待できるのではないでしょうかまた文字指導が発音と綴りの関係のみを教えておけばよいというような風潮にも一石を投じることができるのではないかと 思われます。